Let's go。 これで、まあ、とりあえずそのワンワンの、テーマにしたもので、多分これ上に行くと思うんです。ああしまった。簡単でちっとも面白くないですね。そう、あんまり面白くない。うわこれ 上だけのルートじゃなくて下にも行ってほしいな。スタート地点をちょっと下げる、もうちょっと下げようかな。ちょっと下にも行ってみようかなと思う。これをどれぐらいの高さにするかで、どっちか悩んだり、下今だったら必ず下に行くなとか、あのちょっとしたことで、あのプレイヤーが考えることが増えたり減ったりするんです。でこれここにキノコをかけたんで、大きくなって上がることが でこれで下から行くルートと上から行くルートっていうのが2つの選択ができたと。このメットこれを振ると甲羅に変わるんです。でこれ何かというと上からの攻撃にあのが平均になるんです、このメット。じゃあ今度は上からの攻撃が何か欲しくなる、うん、2つぐらい置いと、当たっても大丈夫。うわっていうふうにちょっとずつこうこうテーマは最初に決めるんですけども、まあそれと別にあの、やってみたいことを少しずつ足していく。これをそこに横リフトとか置くと、ね、上に乗ってやっつけて雲を取っていくとかできるね。ちょっとズルします。ここはあかんかった。やっぱちこっちこっち、ね、もう一回そこから、もう一回ここからね。誰に作ってあげるかっていうことをちょっと最初イメージするのがいいかなと思う。でお父さんにプレゼントしようとか、あの兄弟に遊んでもらうとか、友達に遊んでもらうとか、その友達は、どんなものが好きだとかいうことをイメージして、その人のために作ってあげるっていうのはなんか僕はいいなと思います。ここはあの今言ったようにあのその人同士の関係であの面白さっていうのはその人たちの関係で決まると思うのがこのマリオメーカーのいいとこだと思うんですね。ただまあ今日はちょっとクラスなのでプロっぽいことを言いますさっきこうしてこうなったらこうなってこうなってこうなってて、これはこれを足してこれを足してて、ずっと そういう順路でものはできてるんですね。けど人は出来上がった結果を見るので自分の考えた通りに理解してくれないと、あの出口のつもりで作ったら入り口だと思う人もいるっていう。だからもう一回出来上がったものを普通に見るとどう見えるのかっていう客観的に見るトレーニングを皆さんプロ野球やってると思いますけども、あのそれができるようになると仕事としてやれるようになっていくし、まあゲーム作りに限らず大事なことだと思います。そしてもう一つ大事なことがある。こんな話全部してしまうとなんか夢がないような気もするいいですか一旦します。このあのクリボーあの軍馬が出てくるんですけど、これ実は最初いなかったんですよ。最初からあのクッパが出てきて、でクッパを踏んで甲羅にして蹴るっていうゲームなんですけど、いきなり初めての人が甲羅を踏んで蹴るってすごい難しい。